ロシア国会艦隊を奇襲ウクライナがセバストポリを攻撃した2つの理由10月29日の現地時間早朝ロシアに占領されているクリミアのセバストポリ沖合においてウクライナ軍がドローン UAV と 水上ドローン USV による同時攻撃を行いましたこれにより巡洋艦モスクワの撃沈後ロシア国海艦隊機関の地位を引き継いでいたフリゲートアドミラル・マカロフほかが損傷したとみられていますおそらく意図的に国海艦隊の機関を狙ったものと思われますロシア国内での沿線機運増大を期待したのでしょう ウクライナ軍は作戦面において要所要所で奇襲ともいえる予想外の手法を使ってきます。モスクワ撃沈の際にもウクライナ国産の対艦ミサイルネプチューンを使用しましたし今回も UAV と USV の同時使用という手法を用いることで迎撃を回避しています。同時使用により狙われたロシア艦の戦闘式場では大きな混乱が生じたことでしょう。 そして、それによって対処が遅れ、被弾することになったと思われます。また、UAV だけでは、艦艇に対する十分な攻撃力を期待することが難しかったため、まず UAV で艦艇の上部構造に損害を与え、レーダーなどによる警戒能力の低下、ミサイルなどによる対処能力の低下をもたらし、その上で低速で接近させることは困難ながら、大量の爆薬により、 大きな攻撃力を期待できる USV を突入させたものと思われます今回のセバストポリ攻撃はこのような新戦術を取り入れた規模の大きな攻撃でした当然それを行ったウクライナ軍には作戦に対する強い要求があったと思われます以下ではこの UAV と USV の同時使用という意欲的な攻撃によって ウクライナ軍が何を狙ったのか、言い換えれば、なぜ、ホワイ、この攻撃を行ったのかを考えてみたいと思います。タイミングと標的に注目。5W1H で考えてみましょう。ホワイ以外の 4W1H はある程度わかっています。いつ、フェンは、 10月29日、どこで、ウェアーはセバストポリ沖合。誰が、フ o はウクライナ軍。何を、ファットはアドミラルマカロフ他への攻撃。どのように、ハウは、前述のように UAV と USV の同時使用となります。ここで重要なのは、いつ When と何を、What です。 10月29日にこれらの艦が狙われたことには意味があるはずです。また、損傷したと伝えられるのは、アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦、アドミラル・マカロフと総海艇、イワン・ゴルベツです。各個アドミラル・マカロフの他に、同型艦のアドミラル・エッセンも損傷しているとの情報もありますが、確かではありません。 アドミラル・マカロフとイワン・ゴルベツの損傷がウクライナの狙い通りだったのかはわかりません。ウクライナ政府は攻撃意図を明らかにしていませんが、領間への攻撃が意図されたものだったと仮定して考えてみます。5日前に出されていたウクライナによる避難声明。攻撃の5日ほど前、10月24日にウクライナ外務省はウクライナからの穀物輸出が ロシアにより停滞させられててていいるとしし避難声明を出していますウクライナからの穀物輸出は4社、ウクライナ、ロシア、国連、トルコの合意により、トルコのイスタンブールに共同調整センターを設けることで行われてきました。しかし、ロシアの検査官が意図的に検査を遅らせているため、国会を出る際に通過するボスポラス海峡の手前に、 165隻以上の船舶が滞留し、穀物を必要とする国に届けることができなくなっていました。このウクライナ外務省の声明に対し、国連もこれを認めてロシアを非難しています。それにもかかわらず、ロシアは改善の動きを見せていませんでした。今回のロシア国会艦隊への攻撃は、ロシアの検査妨害に対してウクライナが実力行使に出たと見ることができます。 そもそもこの4者合意は、ロシアが民間船舶を攻撃することがなければ全く必要がないものでした。ロシアにはウクライナからの穀物輸出を妨害する権利など全くありません。にもかかわらず、このスキームが取られていた理由は、ロシア国会艦隊による船舶攻撃が行われていたためです。 今回の攻撃により国会艦隊の機関となっていたアドミラル・マカロフが損傷し、ロシア国会艦隊の通称破壊作戦能力は大きく減退したと言えます。穀物輸出協定に復帰したロシア。ロシアは攻撃を受けたことへの反発として、10月29日、この4社合意に基づく穀物取引の停止を一方的に宣言します。 しかし、翌30日、残る3社、ウクライナ、国連、トルコは、合意に基づく穀物輸出をロシア抜けて継続することに合意しました。さらに31日には、トルコのエルドアン大統領が、ロシアが協定を離脱していても、トルコがこの穀物輸出に協力を続けると発言します。その結果、ロシアは11月2日になって、協定への復帰を宣言します。 ボスポラス海峡を握り、いざとなればロシア船舶に対しても圧力を加えることが可能なトルコが、明確にウクライナからの穀物輸出を支持していることが大きいでしょう。以前の記事、ウクライナ穀物輸出再開に立ちふさがる国会嫌いの脅威を参照。ロシアが協定に復帰したのは、ウクライナがセバストポリを攻撃し、 国会艦隊に打撃を与えた影響も少なくありません。特に今回の攻撃で総海底イワン・ゴルベツが損傷していることには注目しなければなりません。下の画像は Google マップで見たセバストポリです。一目でわかる通り天然の良好です。入り口が狭く国会の波がほとんど入ることがありません。しかし、 これは軍事的に見た場合には弱点でもあります。港の出口付近に嫌いを敷設すれば、容易に閉塞、かっこ閉じ込めることが可能となるからです。掃海艇を攻撃して破壊することで、今後、ウクライナが嫌いを敷設すれば、セバストポリのロシア艦は出港できなくなる可能性が高まりました。また、u s v が使用されたことから、 今回の攻撃は、嫌いによるセバストポリ閉塞の警告だったと見ることもできます。u s v で嫌いを運び、ロシア軍が気づかないうちに、港周辺に嫌いを付設する可能性を示したからです。ロシアが協定への復帰を宣言した理由として、このセバストポリ閉塞を警戒した可能性は考えられます。セバストポリのロシア艦が穀物を運搬する船舶を狙うことがあれば、 ウクライナは何としてもそれを阻止するでしょう。なお、こうした目的のためには、沈底機雷と呼ばれる海底に沈み、掃海が困難な機雷が使用される可能性が高いと思われます。付設は u s v だけでなく、ドローンや航空機により空中から投下することも可能です。脅威となっている電力網へのミサイル攻撃。 攻撃により大きく損傷したとみられる国海艦隊機関のアドミラル・マカロフはアドミラル・グリゴロビチ級フリゲートの一隻です巡洋艦モスクワが激震された後国海艦隊の中で最も強力な対地攻撃能力を有する艦でしたその攻撃能力を担っていたのが巡航ミサイルのカリブルです10月に入ってから冬が近づいてきたこともあってか ロシア軍はウクライナのインフラ、特に電力網を集中的に狙うようになっています。インフラ攻撃にはイラン製ドローンも使用されていますが、国境から遠い地域の攻撃にはカリブルが使用されていました。って言いました